ゆるコンピューター科学ラジオ新年一発目でございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございま す, おめでとうございます。新年らしいね。ねえ、ドテラをまた来てね、発光してね、本当かな、ただの寒い人に見えてないから可能性ありますけど、去年と違ってね、みかんがねありませんので。そうですね、はい、いや、皆さん無事に年越えられましたでしょうか。ああ、そうですね、どうでしょうか。2000年問題的なやつに悩まされてないでしょうか、ね、ああ、エンジニアの方とかはね、そう、年越える瞬間大丈夫だったかなみたいなことはあったでしょうかね、うんうん、皆さんは今年は大丈夫か。堀本さんはちなみにどうですか、今年年末無事超えられましたか。超えられましたよ。あ、超えられました。超えられました。あ、よかったよかった。超えられました。忘年会とかね、控えてますけど、うん、あれとかも無事終わりましたか。そうですね、控えてました。控えてますって言っちゃうともう完全にこれからあるんだなっていうのが伝わっちゃうんでちょっとあれなんですけど。間違えた。大事なとこ間違えた。完全に11月ですからね今ね。はい、間違えました。11月半ばです。冷めること言わないでください。いや、でもね、やっぱあれなんですよ、年末にさ喋ったじゃん、うん、2000何年問題みたいな、はいはいはい、まあ、2000何年問題っていうか、最終的には2070億年、2922億7702万6596年問題について喋りましたけど、はいはい、菩薩が40回助けに来るっていう、うん、話をしましたけどね、はいはい、このなんとか年問題、まあ最初は面白おかしくなんとか年問題まとめみたいな、うん、適当に読みながら終わろうと思ったんだけど、サポーターコミュニティでね、2000年問題についての現役、かつて現役だった皆さん、うん、かつてっていうとあれだな、当時バリバリ大賞に当たった皆さんとかの体験談がいっぱい集まったんで、うんうん、その話を集めてくるとですね、非常に面白い話だなと、ほうほう、いう感じだったので、それをいっぱい紹介しつつ、最終的に得られた知見、現代にも2000年問題残っているという話をしたいと思います。へえ、そうですかね、まだ残ってるんですよ、はあはあ、現代における2000年問題なんだと思います水野さん。なんかさ、またあれだろう、なんか2000年問題の時のあのマインドは今でも残存してるんだ的な、うん、なんか戦後レジームから脱却できてないぞみたいな、あ、積極臭いやつね、そういうやつでしょ、積極臭いやつね、うん、とはちょっと違うと思いますね。あ、そうですか。俺は水野さんにも結構気に入ってもらえる結論じゃないかなと。へー、2000年問題現代に残ってるものはですね、うん、AI です。え、AI と2000年問題は構造が同じなんじゃなかろうか。いや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 、関係なかよそれは、という話をちょっとしたいなと思います。ほうほう、前回のおさらいなんですけど、2000年問題ってどういう問題なんでしたっけ水野さん。やべ、もうめちゃくちゃ忘れてるわ。収録して時間経ってるからね、大丈夫、視聴者も1週間経ってるから同じ理解度になってるはずだ。同じ記憶になってるはず。どんな問題なんだっけ。1970みたいなところからスタートを始めちゃった時に、なんかビットの桁数超えちゃって、うん、超えちゃって困る、困るんだ、あ、そう、うん、カウントかカンストしちゃって困るみたいなやつだ、はいはいはい、それ2038年問題です。あれ後から出てきたやつ。あ、2000年問題は、うん、あ、桁、暗い上がり、桁が上がるせいで、うん、なんか困っちゃう。そうそうそう、だよね。うん、だいぶ解像度が、情報がだいぶ損失しましたね。さっき俺ら視点だと、その間に2本ぐらい撮ってる。撮ってるからね、記憶なくなってる。わけわからない。直後に撮らないとダメだね。ちょっとね、復習しときますと、コボルみたいなね、はい、古い金融系のシステムとかでよく使われた言語だと、日付を扱うフォーマットがなかったから、うん、西暦の下2桁とかだけを記録してた、数字として記録してたみたいなね、話をしたんですよ。ああ、そうだ。そうでしょ。あ、思い出した。うん、はいはい。で、だから99から2000年になった瞬間00になるんだよね、はい、ね。で、それはその節約を頑張ってしようとした結果であって、そうそうそう、なんか設計を最初から遠い将来を想定してなかったとか、うん、そういうわけではなかったっていうことですね。そういうことではないですよ。だからエンジニアアホかよとか、はい、後の人からすると思えるかもしれないけど、そんなことはない。当時の人は当時の人に考えて最善解を出してたんだよ、うん、みたいな話をしました。はい、ちなみにこれもね、2000年問題みたいな話あるあるというか、初見みたいあるエンジニアの皆さんとか教えてくださいとかって言った時に、まあ、結構2000年問題の原因の根本ってこれだよね、うん、Y が書いたプログラム20年後は絶対走ってへんやろって思いながら書いちゃ う、うんうんうん、これはすごくあるあるでして、具体的にはですね、ゆる言語学ラジオのサポーターコミュニティ、うん、これ僕が書いたプログラムに、うん、従って運営されているというか、はい、ディスコードの、月額払ってくれてる人だけディスコードのコミュニティに入れて、月額払ってない人は、まあ、ちょっと追い出されるというようなプログラムを書いたんですよ僕が、うん、ですけど2022年の半ば突然不具合めちゃめちゃ悩まされました。へー、なぜだと思います。全然わかんない。
出て作動してたんでしょ、正しく。そう、正しく動作してたのに、決済してる人だけはちゃんと い続けられて、決済してない人は追い出されるっていう仕組みがね、ちゃんと動作してました。数ヶ月僕が書いてからしばらくはちゃんと動いてました。え、またそのカウントを監査したからなんですか。今回は何が起こったかというと、 Discord ID っていう各ユーザーとかイベントとかに振られる数字があるんですよ、はい、でそれを登録してくださいねっていうのをやってたんだけど、それの桁がね、ディスコードの仕様が変わって18桁だったものが19桁か18桁に変わったんです、うんうんうん、そうするとユーザーの ID の桁がいきなり変わったせいで、僕の書いたソースコードは対応できなくてですね、うん、あれなんか入力できないですけどみたいな、エラーになりますけどみたいなことになったりして、あわあわってなって機能回収を迫られました。へ、これすごい普遍的な問題でさ、よし今動く完璧って言って出して、その後の拡張性のことあんま考えてないと、急に桁増えましたとかになった時、あわあわあわってなるんで、あ現象としては一緒だな2000年前のことって、はいはいはい、僕も昨年ちょうどそれに引っかかりましたし、結構みんな同じ理由でぶつかっちゃってるなっていう気がしますね、うんうんうん、それ拡張されるまで使われることあるんやっていう、失敗の本質だなって思いましたね。はいはいはい、みたいなこともあるんですけど、うんうん、そんな中でこうなんとか対応しなきゃいけないわけじゃないですか。僕の書いたソースコードなんてね、行数高が知れてるんで対応するの気楽なんですよ、うん、まあ、18行しかなかったやつを18 or 19に変えて、そうそうそう、なんかちょっと他の周辺をうまいこと整えばいいみたいな、ね、周辺うまいこと整えたらもうすぐ解決するんですけど、はい、これが何万行もあるコードだったらそうはいかないわけですよね。あだから、18行前提で書いてるコードが何百行、桁ね、18桁、あ、うん、俺なんて言った18行って言った、 18桁前提で書いてるコードがいっぱいあるから、そのせい、うん、ラッパーラッパーもしくは早口言葉、なんかそういうリズムになって呪文みたいなリズムになってましたけど、失礼しました、はいはい、脳の労働がちょっとミスっちゃうまくいかなかった、はい、水野さんの脳の桁19桁に増えちゃったんでしょうね、今多分そうなんですよ、うまく動かなくなっちゃった、注意を頑張ってしてたんですけどはい、はい、18桁前提で書いてるコードがもう何十行とかってレベルじゃなく何百とか何千とかあるせいで、そこを全部直さなきゃってか、うん、そもそもそこどこだみたいな、そうそうそう、そういうことが起きるということです、ね、機能回収しなきゃみたいなパニックになったりするわけですよね、はい、で水野さんだったらどうします、その2000年もね対応しろと、はい、でも今のシステムはもう何十万行何百万行あって、しかも下2桁を記録する、うん、年号の下2桁を記録することしかできてないです、はい、全部直そうと思ったら途方もない労力がかかります、うん、でも来年には99年から00年に書き換わっちゃいます、さあどうしましょうって言われた時どうする、その全部のその、コード、うん、その、問題がありそうなコードを検出し修正する AI を開発します。あ AI、はい、出てきた AI、はい、水野さんあれですか、ついさっき AI って聞いたせいで AI が出てきやすい、そうなんですよ、スタックで管理してます、そうなんですよ、はい、こうすれば完璧じゃないですかね、2000年当時はね盛り上がってなかったですね AI、 そんなにブームじゃなかったですね、今みたいなね、そんな高性能のやつなかったと思いますね。でもリアルな話、うん、そのさエラーが俺なんかそのさコンピュータープログラムやる人、はいはい、いつもその言ってるのがそのエラーメッセージが親切じゃないみたいなことをよく言ってるじゃないですか、うん、よく言ってますね。だからその例で言うと、うん、00年になったタイミングでエラーが起きる場所のみをなんか赤字にしてくれたりとかしないんですか、うん、あまあまあだからエラーメッセージそのためにあるというか、おかしくなる場所を検出できたりはするんですけど、うん、にしてもめっちゃ大変なんだよね、うんうんうん、その2桁だったものを4桁に直そうとかすると1箇所直しました、次こことこことここがやばいです、そことそことそこ直したら次こことこことこことやばいですって、あどん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 こう直さなきゃいけないところがさみだれに出てきちゃうから、あそうなるんだ、あなんか僕赤字の部分だけ少しずつ4桁に変えておけばいいと思ってしまったから、うんうん、言ったらその人海戦術でなんとかなるじゃんと思ってドカッとスポットで相互に関係してるから、あ A というパーツを直したら B と C が問題あるし、あで B を直そうとすると今度 C と D と E が関係してるからそこも直さなきゃいけないしって、さみだれにどんどん増えてきますね。なるほど、芋づる式に1から書き直すっていう選択肢はもちろんない、まあ それはかなり労力がかかるよね。あ、まあ、だから現場によりますよ、当然このタイミングで丸ごと書き換えちゃいましょうっていう対策もありますよね、うんうんうん、でもそうできない現場は何したと思います、もう天に祈る奇跡起これ人事を尽くして天命を待つ人事尽くしてないじゃんそれただ祈ってるだけの人まあだからあれだよね、50億年後に菩薩弥勒菩薩が来るのを待つ何でしたっけ、 リファクタリングリファクタリング、そうリファクタリングする弥勒菩薩が56億年後に降りてくるからそれを待つっていうのが一つの解決策かもしれないですね、はいはい、ただそうはしなかった当時の、まあ、そのコボル、うん、金融系のコード見てた人の
話をサポーターコミュニティで募ったらですね、うんうん、結構このハックをみんなやってたっていうのがあって、はあはあ、50以上の値はそのまま1900年代だとみなし、あ50以下というか未満かなんかの値は2000何年だとみなす、うんはい、にすればとりあえずしのげるよね。本当だ、その仕組みだったら2050年が来るまでとりあえず戦えますね。とりあえずあと50年伸ばせるから、これでいいや。2050年にじゃあカタストロフィーが起きるねこのままいくと。そうだからでもその後はあでもダメだ、もう1900何年の記録みたいなのもそれはそれで大事になってくるから、そうそうそう、あもうその後はもう本格的に回収しないといけないですけど、はいはい、とりあえずこれでしのげるんじゃない、あいいじゃないですかっていうことで結構解決したらしいです。だからみんな結構これには頼っていたらしいですね、うんうん、はい。ちなみにこれねやっぱり一時しのぎの回収なんでやっぱりエンジニア的には良くないとされることで、これやだなーってみんな言ってました。うーんやっぱりすごい古速、トゥルー古速な手段だな、はいはい、一時しのぎ、一時しのぎですね。全然何も抜本的な問題な解決になってないから、うんうん、ちょっとやだなーと思いつつ、でもこれでしのいだっていう現場のリアルな声がありますね。 はいはい。あと僕は全然このコボルのシステム開発の様子とか全くわからないんですけど、まあこのコボルのコード見てたエンジニアの方とかが言ってたのは、なんかコボルのプロジェクトすっごいこういうことやりますどういうことどういうこと、こういうなんかその全然本質的に解決してないんだけど、まあなんかこうやってたらとりあえず動くからみたいなコボルの愚痴ってことですね。そうですね、うん、コボルのプロジェクトすっごいこういうことなんかあるなっていうなんか声とか届いてて、ね、面白かったです。当時はさ、そのさ、メモリを節約するために2桁で登録する、そうだね、言語ですかコボルは、言語ですって言ってましたよね、うん、今の言語だったら全然4桁とか登録してもそんな困んないよね。技術革新とか起きてないんですか。てかだから起きてますよ。あ起きてる、余裕で起きてます。だからコボルから乗り換えりゃいいんだけど、とりあえずしのいだね。あいや違う違う、言語の問題なんじゃなくて、今2桁で動くためのコードしかないから、うん、書き換えなきゃいけないっていうのが問題なんですよ、うんうん、言語を乗り換えたら解決するよねとかそういう話じゃなくて、うん、2桁だと思って動くソースコードしかないから、うん、結局それは書き換えなきゃいけないじゃん。あだから、言語を変えるってなると1からまたコードを起こすことになる。あそう、まずその問題は1つあるよね。なるほど。だからでそもそも別に言語を乗り換える必要ないんですよ。この計算資源使えるメモリとかさ、うん、ハードディスク記憶媒体とかの容量がめっちゃ増えてるから、普通にコボルでそもそも2桁から4桁に変えればいいわけよ。あそうなんだ、はいはい、4桁に書き換えればいいんだけど、その書き換えるのが大変だから、はいはいはい、言語仕様がどうこうっていう話じゃないですね。なるほど。ということで、結構この一時しのぎの手段にみんな頼っていたとかっていうのがあるあるらしいですね、当時を生き抜いた人からすると、うん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 、とまあこんな調子でですね、まあ現場の人は結構こんな対策をしましたよみたいな話が寄せられて面白いなって思ったんですけど、うんうん、それより面白かったものがいっぱい集まってきたんですよ。ほうほうほう。エンジニアの体験談じゃないんだけど非常に面白い体験談がいっぱい集まってきまして、2000年問題の時期のことですか。そうです、はい、何が集まってきたと思います。そのだからエンジニアじゃない人たちが、うん、なんか2000年問題っていう、うん、なんかその問題を、うん、なんか分からんけどでかく解釈してたりしそう。あつまりなんか2000年問題って、はいはいはい、そのパソコンが全てぶっ壊れるとか、ねうん、はいはいはい、ドンピシャですさすが勘がいい、考えいいですね。やっぱり多分ノストラダムスのイメージが多分あるから、なんか2000年てか世紀末のタイミングってやっぱそういう破壊的なね、うん、考え方というかもう全部台無しになっちゃうんだみたいなのが、そうなんですよ、ちょっと流行ったみたいなこと聞いたからそうなんですよ。時流としてさ、うん、もうなんか世紀末、うん、2000年ミレニアムみたいな、うん、ミレニアム合ってるか、2000年間ですね、ミレニアムだみたいな時代でもあるから、もうなんかみんなこう浮っついてるわけですよね、うんうん、そういうところにこうドンピシャでハマったのが2000年問題なわけです。はいはいはい。したがって2000年問題が騒がれた当時は核ミサイルが誤って発射されるんじゃないかとかとかね、はいはい、全部の金融系システムがダウンしてお金が引き出せなくなるんじゃないかとか、はいはい、もうありとあらゆることが叫ばれて、もうみんなすごい脅迫的に、あやばいやばいやばい、2000年の瞬間やばいみたいになったらしいんですよエンジニアより盛り上がってる。そう、社会不安ですよ。だからこれ、はいはいはい、でもうその当時のSE みたいなね、エンジニアみたいな人たちは顧客と喋るともう二言目には2000年問題大丈夫ですか、うん、もうこの瞬間相当やばいんじゃないですかみたいになって、うん、で結構デカめのシステムに関わってる人とか大きい会社でなんかしなきゃいけない人とかはもう年越しの瞬間張ってなきゃいけなかったらしくて、はいはい、もう何百人とかの体
対応する覚悟で、うん、こうずっと夜、はいはいはい、大晦日の23時にずっとみんな集まってこうこう大丈夫か年越しの瞬間みたいなはいはい、はい、システムウキウキでね大丈夫かなみたいなこの瞬間をこう待ち望みながら迎えて、うん、はい日付変わりました大丈夫かみたいになって、特に何も問題ないのを見届けてよしよかった解散みたいに楽しそうなったらしいです。なんかだからね、ある種のそのパニック、うん、すごくその脅迫的なパニックっていう悲劇的なものもありつつ、お祭り騒ぎでもあった。うんうんうん、だから妙なその人間の愚かさ、悲しさみたいなものとお祭りの楽しさみたいなものが混同した瞬間だったらしいです。ああ、いいですね、いいですね。これそれが2000年問題だったのではないかという総括を結構。2000年問題競争曲みたいな、ね、そうですね、感じですよね。みたいな感じですよね。はいはい、っていうのがあって。でサポーターのさ、あの公開収録にも来てくれてたアチさん、はいはいはい、我々のドット絵とか書いてくれて、ドラえもんめっちゃ詳しい人ですね。詳しい人、はい、あめっちゃ詳しいって言うと本人がまたプレッシャー感じそうですけど、アチさんとかがなんか趣味でチラシを取っておいてるらしくて、2000年もだから1990とか昔のチラシ全般、はいはい、結構取っとくらしいんですけど、このアチさんがくれたのがセブンイレブンのチラシ、はい、でセブンイレブンのチラシにあのお弁当の予約、うん、なんかあんじゃん年末おせちみたいな、はいはい、ああいうサービスのチラシが入ってたらしいんだけど、ここがねすごいのよ、うん、美味しいお弁当ご予約受けたまわりますって書いてあって、うんうん、その下にただ2000年問題がありますから、もしかしたら不測の事態で届かないかもしれませんってめちゃめちゃ明記されてるんですよチラシに。多分関係ないよねそんなことあんまりないよっていうのに、はいはい、もうやっぱ怖いから、うん、もう社会不安の領域になってるから、なるほど、ね、もう書いとかないと不安なんですよこのコンビニチェーンみたいな人たち、はいはいはい、だからね、原文まで読むと、コンピューターの2000年問題等には十分な対策を講じてはいますが、万一年初に不測の事態が生じた場合、ご予約いただいた商品をお渡しできないことも想定されます、うん、あらかじめご了承ください楽しそうですね。なんかこの一文からもうさ、社会不安がすごかったんだってのが伝わってくるよ ね、まあ、ねみんなやばいんじゃないかっていうね、うん、なんかだからこう言うとちょっと言い方悪いかもしれないですけど、うん、なんかその鬱とそうが同時に来てる感じ、来てるみたいなね、なんかねその暗いんだけどなんか明るいみたいな、そうですね、なんかよくわかんない感じがすごいしますね。すごいんですよ。でね、あのちなみにセブンイレブン、この僕今お弁当のくだりだけ読んだんですけど、うん、このチラシ上の方には、うん、2000年問題の準備はできていますかっていうでっかい字が書いてあってでセブンイレブンには揃っています、インスタント食品とか、あだから水とか災害だと思ってるんですよ違うって食い物なくなったりとかせんてっていう、やっぱそんだけ不安だったんですよ。核ミサイル発射とさらにまた違う次元のね、そうですね、地震かなんかと一緒だと思ってるみたいな感じもあって、うん、まあなんかだから世相としてもみんななんかわかんないけどすごいバクとした不安がものすごいあったんだな、うん、っていうのがね経験談としていっぱい伝わってきました。へえ面白い。俺らはね全然覚えてないですよね。5歳の時、そう僕8歳の時ですね。えなんかそんな家でお祭り騒ぎしてた感じな、お祭り騒ぎというか、ないですけどね、不安になってた感じとかなかったけど、あ親に聞いてみようか。でもリアルタイムで経験してた人は結構そういう経験談持ってるんですよね。あちょっとてか親にさそういう話とか聞けばいい、ね、聞いた方がいいね。やば2000年問題どうだったっ いいねとかあんたも聞きなよ確かに俺なんでこれ準備してる時サポーターコミュニティからいい経験集まってきたんすよじゃないよ親とかに聞けよまず。いや本当だよまあ結構ねみんなこういういいのくれてすごかったですね。あとねなんか銀行にお勤めの方、金融機関にお勤めの方は、はい、やばそうあの上からのお達しで引き出せなくなることはないのでうんうん、うん、まず皆さんは引き出さないのは前提として、ご家族やご友人にも安心ですよって言ってあげてくださいっていうお触れが来たらしい。取り付け騒ぎが起きますよね。そうそうそう、下したらね2000年問題きっかけに取り付け騒ぎも起こるような恐れがあるような機運だったらしいですね。へー、そんな社会不安がすごかった中、うん、あのね、圧倒的にこの社会不安、そして当時のエンジニアリングシステムについて圧倒的に深い知見をくれた人がいまして、はいはい、それがあのゆるガクトハウスに申し込んでくれていた、はいはい、我々のフランチャイズフランチャイズプロジェクトね、はい、ゆる電脳私学ラジオっていうタイトルでやってくれていた、うん、昔のインターネットとかはいはい、はい、コンピューターの事情を喋ってくれた隅野光也さん、強そうに、そのジャンル超強そう、詳しそうだなと思って聞いたんですよ、うん、僕軽いノリでねなんか4行ぐらい あの質問を投げたんですね、うん、2000年問題みたいなやつ扱いたいんですけどなんか知見あったりしますかって聞いたらですね、うん、なんかね300行ぐらい返ってきて住野さん詳しい、ありがとう
ありがとう杉野さん。めちゃくちゃ詳しいんですよ、うんうん、でしかもね深いのよ見識が、はいはい、すごいのよ。あの杉野さんは当時研究室にいらっしゃったのかな、はいはい、だから学生だったのか、まあ、あのアカデミアにいたのか分かんないですけど、うん、で研究室とかでも結構この Y2K 問題、うん、2000年問題のこと結構こう呼ぶらしいんですけど、はい、この2000年問題はリアルタイムで楽しんでいましたと。ああそうなんだ。いうことが出てて、うちの研究室、まあコンピューターからですよね、うん、うちの研究室では大規模な社会的麻痺は起きないにベットしてましたと、うんうん、ただ当時は危機を煽っていた方がメディア的にモテるので、うん、みんなが危機を煽る構造になっていたと、はいはいはい、したがってやたらめったらなんかよくわからん論客みたいな人が出てきて、うん、やべえぞ2000年問題はってそう言ってたんだけど、こういうソフトウェアとかねコンピューター研究してる人たちは、うん、いやそう大したことないでしょって、うん、割と気楽な目で見ていた、はいはいはい、でちなみにあんまり気にしてなかった理由の一つとして、日付をずらすっていう技があって、うん、テストするときに日付を単純にちょっとプラス5年してみて、うん、問題起こるかなみたいなことやれば大体チェックできるから、はいはい、そんなに慌ててはなかったし、まあ、当時顧客そのシステム作りの顧客みたいなの抱えてたらしいんですけど、その顧客にもいやうちはもう完全に対策できますからってドヤ顔ができていた、うんうん、でかつさこれ儲かったらしいんですよめちゃくちゃ。ほうほう。2000年問題に関する社会不安がすごいから、そうなるとシステム屋さんとかは、うん、いやこれ対策しますよ、うん、コンサルしますせとか言うと儲かると、はいはいはい、だからバブルが起きたらしくて、あーなるほどね当時のこの騒ぎを知る隅野さんから客観的に見てると結構これはバブルだったっていう言説を得られて、うんうんうん、すごい面白いな、はいはいはい、いい話だなと思って。確かに面白いですね。社会不安ってバブルなんですよね、つまり、うんうんうん、みんなそれを恐れてお金を払うから、それは業界の人からするとバブルになりうる。ちょっとね現代の話をするといろんなところからいろんな、ね、怒られそうなので僕はちょっと何も言えないですが、ね、いろいろなことが頭に飛来しています。そういう事例はね、はい、マイクにいとまがないですよ ね、 すね、不安を煽ってお金を取るっていう商法、はい、これも2000年問題もかなりそうだったのではないかと、うん、いう感じですかね、はい、特に場所柄として、うん、日本ってさ時差の関係でさ、うん、かなり早く日付変わるじゃん、はいはいはい、アメリカとかより圧倒的に早く日付変更線の近くですよね、はい、だからまあかなりその IT の中でも注目度高かったという。ああ、だからあいつらのところがなんとかなるのかどうか、そうそう、ね、真っ先に2000年問題、2000年1月1日を迎えるの日本だから、はい、結構海外の人からも、まあ、冗談交じりらしいですけど結構言われてたらしいです、うんうん、ちょっとなんか問題起こってパッチその修復プログラム作ったらうちにも回してくれやってアメリカの会社とかから言われていて、わ、うん、かりましたみたいな下りが結構あったっていう、うん、これ当時の日本の技術者あるあるだったらしいですね。これ住野さんダン、そうですね、住野さんダンです、はいはい、だからっていう、まあ、そういうその当時のあるある、うん、エンジニアの間でもちょっとなんかあったらこうよろしくみたいなのが時差を生かして行われてたみたいな、ね、はは、これも日本ローカルの話でいいあるあるだなと思いましたね、はい、さらに隅野さんのね筆は止まらないんですよ。筆っていうかこれただのチャットなんですけど、うん、筆じゃない 筆がもうね自由闊達に走っておりまして、はいはい、当時の企業が恐れていたのは2000年問題のヤバさというよりは注目度の高さではないでしょうか、うん、一般消費者からの注目度が圧倒的なので、なんかそれで対応をミスってたら何やってんだと怒られるだろうし、まあそうでないにしてもシステムに詳しくない人たちはすごく恐れているから、うん、だからどちらかというと当時の企業はひたすら形のないものを恐れていたという、はいはい、実際の危機度を正しく測定できなかったんじゃないかという話、うんうんうん、勝手にこう水増しされて伝わってしまうということですよね。センセーション、なんか恐怖の増幅ってあるじゃん、うん、実際にはそれほど怖くないものなのになんかすごく怖いものに思われるみたいな、はいはい、まあ、だからまさにその社会不安だったんだなというのをこの隅野さんダンで思いました、うんうんうん、でそしてもう一つ彼が言っていたのがすごくいいのがですね、問題が発生するタイミングがはっきり分かっていたことこそが大きいんじゃないかと。ああ、なるほど。つまりさ、なんか漠然とこれやばいぞっていう話、砂漠化みたいな話とか分かりやすいですけど、はい、まあ多分後々やばいんでしょうよと、うん、でもそういう問題って今この瞬間がやばいみたいなやつほとんどないじゃん、うん、技術系でいうと IP アドレスの枯渇、ね、はい、IPv4 アドレスの枯渇みたいなのがやばいやばい言われてますけど、これとかもさ、水野さん言われたとてさ、やべえとはならない、全然わからないです、ね、何言ってんのみたいな、はい、うん、なんか要はあの我々の使ってるパソコンとかに割り当てられるあの住所、8桁違う16桁
うん、なんか08、12桁かな、12か、まあ、12桁、受信じゃないから、まあまあいいや、はいはい、12桁みたいなやつやりましたよね、大泉洋の回で。あ、大泉洋の回じゃないけど、ね、ネットワークの回でパケットの回ね、はい、ネットワークの回でやりましたよね。あれとか枯渇しそうなんですけど今、はいはい、だから枯渇したら結構大変なことになるわけですよ。割り当てられるアドレスがないから通信できませんみたいなことになりかねないので、うん、結構やばいんだけど、言われてもピンとこないじゃんこれ。そうですね。それに比べてどう、数字の桁が上がるから、2000年1月1日になった瞬間タイムスタンプがぐちゃぐちゃになってシステム破綻するかもしれないですよ、うん、どうですかって言われたらやばそう、やばそう、俺でもやばそうってなるよね。まあ、だから分かりやすい例で言うと、その時期も決まっていて恐怖が増幅した例で言うと、うん、あのハレー彗星の通過のタイミングで、ぴったりだ、ドンピシャだ、それだ、世界のなんか酸素が薄くなる、酸素がなくなる、ハレー彗星の尾っぽに持っていかれて酸素がなくなるとか、毒の空気に包まれるんじゃないかみたいな、うんうん、呼吸できなくなってやべえんじゃねえか、はい、みたいな話ですよ、ね、あれでね、なんだっけ、空気酸素ボンベでしたっけ、うん、を買い漁った人がいたみたいな話、堀本さん前してましたよね、うんちくでね。あれとかまさにその時期も決まっていて分かりやすい恐怖なんだけど、そうだね、おそらく当時の物理学者とかよりも想像以上に尾ひれがついてだと思いますね、っていうケースですね。そんなことないんだけどなみたいな、多分研究者の間ではなってた気がします、うん、まあドンピシャだね。ハレー彗星と一緒でさ、うん、お祭りじゃん、この瞬間に起こりますっていうことって、うん、だから恐れやすいんだよね、うんうん、うわーこれやべえぞっていう、ある種のお祭り騒ぎになりやすいっていうのも一つ要素にあったんじゃない、この社会不安がこれだけ増幅した要素にあったんじゃないかということを言っていて、はいはい、あ面白い、めちゃめちゃいい話だなと思って。確かにそうだ、今回の台本書いたのじゃあ墨野さんが、まあ事実上そうかもしれない隅野さんのコントリビュートはめちゃくちゃ大きい、ね、そうですね、隅野さんの面白い考察もうすでに整形された事実をいただいた、 そのままパクって喋ってます良すぎてそのままいただきましたごちそうさまですそうなんですよ、あの隅野さんが出てらっしゃるゆるがくとハウス別館のリンクとか概要欄に貼っておきますので、 あ、 そうですね、あと隅野さんが出てくれたゆるがくとハウス二次選考の動画とかも概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひ見てください、はいはい、よしこれで義務果たした、 OK OK パクっても許される、これで何ぼでもいきましょう、じゃあ何ぼでもいきましょういやそうだから、もうあの結論までも結構隅野さん頼りなんですけど、はい、隅野さんが言ってたことを割とそのままパクって喋るんですけど、ね、はい、人工知能、はい、現代におけるあれも一緒なんじゃないかと、うん、あーなるほど、確かに人工知能が人類を凌駕するみたいな、ね、みたいな話とかね、仕事を奪うみたいな話ってあるじゃないですか、はい、もう僕なんてすぐ人工知能さんに下働きです取られる仕事かもしれないですけど、はいはい、そうみたいなさ、あれもさみんな煽ってるじゃん、その不安を、うん、構造一緒じゃない、2000年問題煽った方がメディアで人気になるし、うんうん、儲かるし、はい、AI に仕事取られますよもさ、僕結構その多くのビジネス書とか読んでたらもうみんなそれ書いてるんですけど、うん、多分それ書くと売れるんだな本が、うんうん、人工知能に仕事奪われないためにはこれをやった方がいいですよっていう本にすると売れるんだなみたいなのすごく感じていたところではあるので、はい、2000年問題全く去った話じゃないじゃん、うんうんうん、構造としては同じものが社会の中に今でもすごいあるじゃんっていう気づきがあったんですよね。まあそう、なんかやっぱビジネス書の黄金ルールみたいな、うん、まあ、堀本さんの方が詳しいと思いますけど、はいはい、まあ、とあるその人から聞いたのは、うん、やっぱまずね、最初に危機感を煽らないと読まれないっていう、うん、そうでしょうね、あなたこのままだとまずいんだっていう話をして、はいはいはい、で俺も同じだったんだと、多いわその作り、でなんだけれどもこれをやったからうまくいったのでそれを共有したいっていうのが、まあ黄金の構成というか、うん、これをやらないと逆にその特にその危機感を煽らずにやるとやっぱなんかね、うん、のっぺりするらしいので、でそれが多分まあちょっとねこれ言い方あるかもしれないけど、何でも良いの、うん、だろうと、その危機を煽るものっていうのは、うん、そうだね、だから使いやすい道具として AI が出てきがちとか、そうそう、変化が激しいみたいなこととかっていうのを、うん、まあ多分その時々で使って、そうですね、だから流行りのものを使ってる、ね、そう1970年代とか80年代の本とか読んでもやっぱね最近は変化が激しいってやっぱ言ってるんですよね。うん、ずっと同じこと言ってるね、どの時代も多分常に言っていることだと思うんですよね、うん、そうですね、うん、っていう話をね隅野さんに聞きまして、まあ、結構その不安煽りだよね、 AI とちょっと似てるのかもしれないねみたいなことをおっしゃってたんで、まあ、とはいえさ2000年問題の時そんなに今みたいに AI に仕事奪われますよ AI に仕事奪われますよっていう本とかいっぱい出てなかったでしょと思って、うん、Google で検索してみたんですよ、はい、2000年問題の書籍ってあんのかなみたいな、うん、するとですねすごかったですやりたい放題あのねいきますよ、はい、本の署名、あの今 Google で上から出てきた順に読みます、恣意的に抜き出してないです、はい、上から出てきた順に読みます、はい、2000年問題日本壊滅いや堀本さん、はいはい、
努力によって回避されただけですから。そうですね。そうですね。その50以上は、じゃあ50未満は西暦2000何年とみなすみたいな。そう、そうですよ。そういう努力でね、解決したかもしれないですからね。これは別に不安あるとかじゃないですね。はい、あとですね、西暦2000年高度情報化社会崩壊の危機とか。危機ですから。危機とか、ね、起きてないですよ別にだから。あとね、その後すごいよ。はい。世紀末の次元爆弾コンピューター2000年危機をどう生き抜くか。あーほら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 もうまあね、生き抜いてるからなとは全然間違ってない。そうですね、何も問題ないですね、うん、擁護できる余裕であと今上から読んでたんですけど、はい、もうちょっと下に出てくるやつで、はい、こう特筆すべきものを抜き出しますと、はい、西暦2000年コンピューターが氾濫するほらあーやばいやばい、サブタイトルは2000年問題で見えてきた情報化社会の現実。いやだからエンジニアの人が頑張ってから氾濫しなかったんだいやそれはちょっと厳しいと思うよ。同じ用語の仕方ちょっと厳しいと思う。危ない危ない危ない、なんか今その本がねむちゃくちゃな主張してるみたいな感じに取られるところでした。まあいやだからさ、まあ、ちょっと踏み込むのやめましょう、はい、この本がどうかってちょっと踏み込むの一旦やめといて、うん、あのすごくそっくりですよね今出てるのもさ、うん、2045年 AI が人間を凌駕するみたいな、うん、もうすごく似てる。コンピューターが氾濫する時みたいな本多分死ぬほど今出てると思うんですけど、はいはい、2000年もない時にも出てたんですよ。へえ、氾濫はねだいぶ行き過ぎたなって感じしますけどね、うん、でも AI やっぱり氾濫しますよやっぱり僕 AI 詳しいですからやめようよ水野さん。 SVM 知ってます？ SVM 何の略か知ってます？ SVM SVM ですよね。 そいつは人工知能の知識ゼロと言って問題ない。サポートベクターマシーンを知らないやつは人工知能の知識ゼロと言って問題ないです。でもディープラーニングとか知ってますから。キャッチーなやつだけ知ってるじゃんキーワードもうダメよ。 そんな2000年問題はさ、はいはい、そのまあエンジニアみたいな方とか、うん、コンピューターに詳しい方的にはかなり煽ってるなっていう印象があったんですけど、うん、僕はその AI の知識がないから、うん、まあ、その分かんないですよ。そのどれぐらいその一人歩きしてるのか、はいはい、一人歩きしてる度が、うん、まあ、0から100だとした時に、うん、正直その2000年問題かなり言ってましたけど、はいはい、AI がそのどれぐらいこの誇張されてるのかがあんまね僕まだ分かんないんですよね。まあだから知らないですよ。僕研究者でも何でもないから、はい、この問題について論じる資格が全くないんですけど、はい、なんか試験で言うとやっぱ煽られ倒しすぎている感じはすごくしますよね問題解決のための便利な道具でしょう人工知能っていう、うん、その反乱を起こして人間を奴隷にするぞみたいなことないけどねっていう、ね、AI にそのままだと AI に負ける人材になりますけど大丈夫ですかあ、そんな古い旧時代の思考方法だと負けますか僕は AI。ブーカの時代に変化してない人ですね。生き抜けない。確かに新しい時代の新常識をインストールしていかなきゃいけないですかやっぱり。そうですよ。AI に使われる人材ではなくAI に使う人材にならなければまずいですか。ちょっとすみません、僕は AI に使われる人材マシぐらいかもちょっと知れないんですけど、うん、まあ、僕はそう思ってます。はあ、なるほどね。し、まあ、それと似たものが2000年問題でもあったんだなというすごく趣深いなっていうのを思いましたね。人工知能界はいつ聞けるんですか僕は。人工知能界ね、うん、あのちょっとやったんですよあのちょっと準備したんですよ、はい、改めて、まあ、一般書3冊ぐらい4冊ぐらい読んだのかな、うん、読んでプラスちょっと硬い本、うん、人工知能の評価書っぽいやつとか、あとネタになったらいいなと、硬いものを読めば読むほどバリュー出せるかなと思って大学時代に読んだ機械学習、うん、でまあ、強化学習か、強化学習の論文とか読み直してみたんですよ、はい、ラジオにならん。え、ラジオにならん。でもねディープナーリングがいかにすごいかアルファ碁はなぜ勝ったのかみたいな話はあのキャッチーなやつ ね、あそういう話とか、ね、そういう話をかいつまんでくることはできるんですけど、はいはい、あの、あとその分かりやすく面白く非常にキャッチーにそのシステム、うん、内部で何が起きていて、はいはいはい、どうしてこの一人歩きしちゃってるのか、実際にどこまでできるのかみたいなこととかをね聞きたいですけど。地味よ。え、めっめっちゃ地味よ。え、データ散らばったデータのクラスターとクラスターを分けるためのね手法とかって数学よ、計算して点が一番近いやつ。 Google のアルゴリズムは猫を発見したみたいなやつ来るでしょ、ね、だからみたいなやつね、あの表層だけ汲み取ってくるならいいんですけど、仕組みの話しようとした瞬間にめちゃくちゃ地味になってしまって、これラジオにならんなと思って、あの僕の中で未だにボツになってます。どうなんですかね、地味な回でもいいから聞きたいっていう人がどれぐらいもしかしたらいるかもしれないですけどね、うん、ちょっとやってみてもいいっすね。僕が大学時代に輪読で読んだ、ね、教科学習の論文の話とかしましょうか。他の回みたいなノリでたまにはマジでやってみてもいいんじゃないですか。やっちゃう、維持会の論文読んじゃう、うん、フルスロットルで僕がついていく自信がありますよ
まあでも水野さん数学はできるもんね。数学は得意。数学できるもん、ね、得意なんで。ちょっと得意って言うと言い過ぎだけどね。ちょっとね、分かった。長尺でやってみるか。うん、僕が学生時代に読んだあのマジのやつ、維持会っていうその学会で発表されたマジの論文の内容を頑張って喋ってみる回やってみる。あ、面白いと思いますよ。試みでやると、そうそうそう。やってみようか。だってこの1年さ、うん、ふざけてしかないですよ。ずっとふざけてました。はい。ずっとふざけてたんで、やってみるか。うん。ちょっと今度やりますじゃん。はい。やりたいやりたい。だからガチコンピューター科学ラジオじゃなくて、ゆるコンピューター科学ラジオのゆるいやつがガチの論文読んで喋ってみる。そうですね、やってみましょうか。なんかガチの話をするというよりは、まあ、ガチの論文を読んでみた扱うってだけですよ、ね、っていうやつやってみようか、はい、カジュアルにポップに喋りましょう、うん、ああいいっすね。新年のちょっと試みとして2023年じゃあどっかでやります、うん、これはお約束します。はい、まあ、そんな感じでちょっと喋りたい内容は一通り終わりまして、うんうん、はい、まあ、2000年問題の構造って現代にも生かされているし、それはもしかしたら AI なのかもしれない、うん、あまりにも酷似した書籍タイトルなんかが並んでいたりもするよ。確かに、ね、それは確かにすごい発見ですね。っていう、そう、社会不安ってすごい似たようなもんなんだなみたいなことをちょっとお伝えしたいなと思って喋りました、うんうん、あと一個あれかもね、抽象化してちょっと生かせるとしたら、なんか人々をこう分かりやすく熱狂させたいとしたら点を指定するの大事かもしれないですね。あ、確かにね、2000年このタイミングみたいな。だから AI も案外さ、2045年シンギュラリティが来るみたいな。俺もそれは思いました。点を指摘したのが偉いのかもしれない、ね、そうだと思いますよ。今 AI に仕事取られる仕事取られるってお祭り騒ぎになってるのって、レイカーツワイル、うん、2045年シンギュラリティは近いって言い出した人の功績なのかもしれないですね、もしかしたら。あとはあれですよね、やべ、教授の名前忘れちゃいましたけど、うん、何年に今までの従来の仕事の半数以上が AI によってなくなるって。あ、なんだっけそれ、しょっちゅう引用されるやつ、2人の研究者みたいな人いますね。忘れちゃったけど、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、うん、あれも多分年指定してたか、まあ、あれは数字を少なくとも指定してたと思うので、してたしてた、はい、数十年以内に亡くなる仕事みたいな感じでしたよね、はい、だから点を指定するのってやっぱ大事なんで、なんとか損みたいな人だったな多分。だからね、あれです、これからなんか社会不安を煽ってで、ものすごいなんかこう、なんとかコンサルみたいな謎の肩書きでこうボロ儲けしたい人に使えるアドバイスとしては1点指定した方がいいです2040年何月何日にこれが来ます、これもさ、これまでに対応してくださいみたいなこと言うとボロ儲けできると思いますね。反社会的行為を推奨しちゃダメですよ堀本さん。あ、そうですね、うん、詐欺行為を推奨するラジオだと思われたら偉いです、ね、ダメですよ、はい、ポッドキャストアワードの受賞資格ってもしかしてなくなります。反社会ラジオってもしかして受賞できなくなる、ね、リスナーズチョイス投票してくださいって先週言ってましたけど、あかんわ、あかんわ、もうみんな間違えました、収支買いしますよ。社会不安を煽るようなことは一切やめてください、はいはい、絶対やめた方がいいです。あとね、はいはい、ゆるコンピューター学ラジオの強みを言っておくと、僕らやっぱ抽象化が好きじゃないですか、はい、そうですね、僕も今回の話聞いて一、うん、つね、どうしても伝えたいなと思ったことあって、はい、これすごく構造が似てるなと思ったんですよ、うん、ある漫画家の話なんですけど、うん、なんですか。彼はその学生時代、大学生の頃とかカメラマンになりたいと思って、うん、中央大学の、普通文学部とかに通って哲学やりながら、うんうん、専門学校に夜間通ってていたと。ほうほうほう。で彼は漫画のってことですかね、カメラの、あ、カメラの、そう、写真の、だから漫画家になりたいってその時は思ってなくて、うん、でそこでその、ね、人に誘われてかな、うん、学生運動の写真を撮りに行ったと、うんうん、なるほど。でそしたら学生運動に参加してるやつらが、うん、思いのほか、うん、お祭り感覚でやっていてあ、いい話ですね、引いたと、はいはいはい、冷めて、うん、全然思想ないやんこいつら、そうそうそう、で、うん、もう俺写真撮る気なんかなくなったなって言って転身したんですけど、うんうん、まあ、さっきの話も多分似てると思うんですよね。その2000年問題にしても、うん、もう中の本当にそのじゃあ学生運動で本当に社会を変えたいって人とは別で、うん、もうただ騒ぎたいやつみたいなのがめちゃめちゃくっついてきているわけですよ ね、だから本当にやばいな、システム解消しなきゃとかじゃなくて、いたずらになんかやべえんじゃねえこれみたいな、そうそうそう、はしゃいでるやつがいっぱいいる、ね、そうで、おそらくね、当時のエンジニアの方の中には、うん、そうやってただはしゃぎたいだけのやつを見て、うん、冷ややかな目で見ていた方もきっといたと思うんですけど、うん、 ね、その漫画家の名前こそが上田正史先生なんですね。おお、コボちゃんの、そうなんですよ。だから聞いてる時にコボちゃん、つまりコボルと思って、いや繋がってないよ別に、関係ないよ、え、何にも関係ないよ、コボちゃんとコボル、コボルちゃんじゃないですよ、全く関係ないです。上田正史先生はコボルの霊からコボちゃんを取ったのだろうと2000年問題でね。なるほど、時系列違うと思うよ、コボちゃんの方が前だと思うよ2000年問題より。あ、じゃあ逆だ、コボちゃんの事例があったから2000年問題はコボちゃんに寄せよ、上田正史先生の原体験に寄せようとしたってことか。ああ、どういうこと、原体験を捏造したってこと2000年問題からわけわからんよでも絶対関係があるはずだから、関係ない関係ない関係ない、その仮説がもう間違えてるんですよ
自分の自説にこだわるのやめてください。あ、そうか、違います、失礼しました。違いますけど、めちゃくちゃシンクった引用で良かったですね、うん、すごい同じことだよね。そうなんですよ、学生運動とかも結構そういう2000年問題とか、うん、今の AI に近いノリだったのかもしれないですね。 そう、そして冷ややかな目で見ていた人が書いたものがコボちゃん、つまりコボルの擬人化だったということですね。コボルの擬人化ではないですけど非常にいい洞察。上田正史先生が書く漫画って結構そのめちゃくちゃだったりとか、うんうん、その倫理観どうなってんねんみたいなやつあったりしますけど、 それもそういう人間への深い洞察みたいなものがあった上で生まれてるのかもしれないですね。まあ、そうですよね。そのだから学生運動を見て冷めたし、うん、俺に取りたいものはないんだみたいなことを思って転身したって言われたらシニカルな目線だもんね。そうですね、山崎先生のものが、はい、そんなわけでですね、あの非常にキレのある水野さんの抽象化も出たところで、はい、あのとても抽象化が売りのこのラジオ、うん、すごくいい価値をね最後に見せられたということで、うん、そして反社会でもないということが見せられたところでですね、まあ、年も明けましたし、うん、まだリスナーズチョイス、ポッドキャストアワードのリスナーズチョイス投票してないぞという方はぜひ投票してください。はい、反社会でもなくキレのある抽象化も出る、おすすめコメントみたいなとこ書くとかありますからね。あ、そうそうそう、なぜ好きかみたいな、なぜ自由記述ですよね。 そうですね、そこにぜひですね、反社会的じゃないから好きですとかね書いておいていただければねびっくりしちゃうよ、新さんの社会不安を生かして人儲けする方法とかが喋られてないから好きですとかをね、喋、うん、ってましたけどね書いてもらえればと思います、はい。まあ、あとはね、そもそも新年一発目ですけれども、うん、はいはい、2023年もゆるコンピューター科学ラジオどうぞよろしくお願いします。以上、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。